アメリカでは今週は感謝祭です。で、感謝祭が終わると、次の金曜日、えー、木曜日から感謝祭っていう感じなんですけど、えー、次の金曜日からブラックフライデーっていう形で、いろんなものの安売りが始まります。まあ、それに合わせてで、私が会社で働いていた時も、アメリカで働いていた時も、えー、それまでに、えー、感謝祭までに、 いろんなものを仕上げなければいけないっていうことをやっていました。で、ね、プログラムを作ったりいろんなことをするときでも、もう10月、11月の最初には大体、ね、仕上がるようにいろいろな製品を作っていたっていうのが実際です。で、まあ実際、感謝祭っていうのはアメリカに移民してきた人たちが多くいます。で、地元のインディアンの人といろいろ交流がされ始めたときに、 その土地で採れた果物、またはね、そういうトウモロコシとかを一緒に集めて食べたっていうのが感謝祭の始まりですね。それで仲良く一緒にね、食べていった。で、原住民の人たちは七面鳥を持ってきて、ね、そこで焼いたっていうようなことを聞きます。で、ね、七面鳥は日本ではあんまり食べられないですけど、 七面鳥美味しいです。ただ、あの、コストコでも七面鳥の冷凍が売ってたりするんですけど、あのサイズの七面鳥が入るオーブンがなかなか日本で持ってる人はいないと思います。オーブンが小さいからどうしてもそのサイズに合ったものをしなければいけない。まあ、ね、10パウンドとか色々大きさがありますけど、そういうね、七面鳥を焼くのにはちょっとコツがあるんですね。 ですけど、脂肪燃焼したり、いろんな意味で、ね、体にいい成分が七面鳥には多くあるっていうことで、えー、私もカナダにね、学生の頃住んでた時に、七面鳥の、えー、まあ、処分をしたことがあります。感謝祭前に、その農家の家に遊びに行った時にですね、おいね、七面鳥を取ってきてくれよって言われて、え、え,え、と思いながら、 野原にいる、ね、まあ、飼育している、ね、七面鳥なんですけど、七面鳥を取りに行きました。で、七面鳥を取ってですね、ね、そこで処理するんですね。なかなか残酷なものです。首をコンと切って、ね、そのまんま走り、走らせておれます。まあ、5分か10分ぐらい首がないままでも、七面鳥を走ってますね。 ちょっと残酷ですよね。えー、で、その後に、えー、まあ、毛を取ったり、いろいろして、えー、それを感謝しながら、家族で食べた覚えがあります。その、まあ、育ってきた七面鳥に感謝をするっていうことが、ものすごく学ばされました。えー、まあ、どう言ったらいいかな、えー ま、ここにも、鶏を育ったり、牛を育ったりしていますけど、そこは自然放牧で七面鳥が育っていました。で、でそういう、ものに感謝するっていうのは大切だと思いますね。生き物にも感謝する。また、ね、植物にも感謝する、えー。そういう感謝をしながら、ね、生きていきたいなと思います。まあ、今週、感謝祭だったもんですから、ちょこっと感謝っていうことについて、 えー、話させてもらいました今日はこんな感じで終わります